中国銀行中国銀行東京支店中国銀行大阪支店中国銀行は北京市に本店を置く中華人民共和国第三の商業銀行である総資産は16兆8156億人民元に上り2016年には世界第5位にランクされている日本には東京都横浜市大阪市名古屋市神戸市に支店がある 中国建設銀行、中国交渉銀行、中国農業銀行とともに中国市外商業銀行とされる。なお、中華人民共和国の中央銀行は中国人民銀行。国内支店数は1万3000に上り25カ国に550の事務所を展開する。中国の国有銀行は膨大な不良債権を抱えるが、海外での株式上場によって、 資金調達を行うのは危機を乗り越える戦略とされる。すでに国有銀行から株式会社組織への移行を終えており、2006年6月、香港証券取引所に上場した、金融最大手の八行五歩の一行である、1905年に成長によって大新コ部銀行として北京に設立。大新銀行を経て中華民国成立後、 臨時大総統孫文によって中国銀行と解消し、1912年2月5日に中央銀行として認可されるが、1928年10月26日の中国銀行条例により、政府特別許可の国際為替銀行として本社管理部門は北京から上海へ移った。1935年に国民政府によって平成改革が行われると、 交通銀行、中央銀行、中国の民銀行と共に法兵を発行する発券銀行となった。1949年に共産党政権が成立すると国有化されて本社管理部門は上海から北京に移り中国人民銀行の管理下で唯一の外国為替専門銀行となった。1979年に組織的には人民銀行の管理を離れ、 国務院の直属となる。なおこの年には外国人専用の紙幣である打管元の発行が開始され、中国銀行はその発券銀行としての役を担うことになった。改革開放政策の進展により1994年には外為専門銀行から国有商業銀行に改められ、中国交渉銀行、中国農業銀行、 中国建設銀行と共に4大商業銀行となった。またこの年に中国銀行の香港文行は香港ドルの発券業務を開始し、翌1995年にはマカオ文行がマカオパタカの発券業務を始めた。一方、打艦元の発行業務は打艦元そのものの発行停止に伴い1993年で終了している。2001年に 中国銀行香港文庫は別法人の中国銀行となり香港証券取引所に上場を果たした。2004年には中国銀行本体も国有銀行から有限公司組織となった。中国銀行は2008年に開催した北京オリンピックのローカルスポンサーになっている。1990年代に香港では中国銀行香港文庫を中心として 現地銀行からなる中国銀行集団が成立した。これらは2001年に合併した上で中国銀行から分離され中国銀行となり2002年には香港証券取引所へ株式を上場した。中華民国は中華人民共和国による中国銀行の接収を認めていないため前述の1949年以降の経緯とは別に台湾にて交通銀行。 土地銀行、中国農民銀行などとともに、動乱によって一時休止していた営業を再開している。台湾において営業を再開した中国銀行は、中華民国の国宝の観点からは尊文によって、設立された中国銀行と完全に同一のものであり、その法的地位と名称、そして国営の外国為替専門銀行という経営形態を継承している。 しかし、経営資源の観点からは、大陸時代の中国銀行から継承したものは、ほとんど全く存在せず、実態としては単なる新設銀行であった。台湾において営業を再開した中国銀行は、1971年の民営化の際に、中国国際商業銀行と解消した。2006年8月21日には、交通銀行と合併し、 超豊か国際商業銀行に解消した。2012年6月27日、中国銀行は中華人民共和国の銀行としては、初めて台北に支店を開設した。同支店は中華民国内における人民元決済の幹事業となっている。東高が1990年に日本に進出する際、岡山市に本店を置く同盟の地方銀行との 絡みが問題となった。当時のロゴが毛筆体の中国銀行で投稿のものとそっくりだったため混同が生じる恐れがあった。結果、日本の地方銀行の方が中国銀行に称号、行名を変更し、ロゴも一新された。そして、その時点で東京都と大阪市、神戸市に開設されていた日本の地方銀行の方の中国銀行の 各支店については、識別のため看板に本店岡山市の文字が加えられたの開業以前から、日本の地方銀行の方の中国銀行の神戸支店が、同区の南京町の近くに設置されている事情もあり、前日の通り投稿との誤解、混同を防ぐために、同内容が追記されている。なお、日本の地銀の中国銀行が上海に進出した際には、日本中国銀行と名乗っている。 ありがとうございます。